アンナ・サルン系は、インドの俳優、撮影監督。A ・サルン系、アンナ・サー・ハバ・サルン系の別名でも知られ、インド映画の黎明期に、女性役を演じていた。1913年公開の最初のインド映画、ラジャ・ハリシュ・チャンドラで最初にヒロインを演じた俳優となった。1917年公開の、ランカ・ダハンでは2役を演じた、最初のインド人俳優となった。 1913年にインド初の長編映画ラジャ・ハリス・チャンドラでヒロイン役に起用された。サルン・ケイは同作でインド神話に登場するハリス・チャンドラの日、タラマティを演じた。彼は同作の監督ダーダーサーハバ・パール・ケイが頻繁に通っていたボンベイのグラントロードにあるレストランで料理人、またはウェーターとして働いていた。当時、パール・ケは ヒロイン役を演じる女性を探していたが見つけられず、売春婦や踊り子からも出演を拒否されていた。パール系は、サルン系の女性的な体と細い腕を見て、女性役を演じてほしいと説得し、月給10ルピーで働いていたサルン系は、月給15ルピーを提示され出演を快諾した。サルン系はパール系が1917年に、監督した。 ランカ・ダハンにも引き続き出演している。同作は、ラーマ・アヤナを題材にしており、彼は、ラーマとシーターを演じ、インド映画で一人二役を演じた、最初の俳優となった。しかし、この頃のサルン系は、肉体作りの結果筋肉質になっており、シーターを演じた際には発達した、上腕二頭筋が目立つことになった。サルン系は VS ランタルの、サチャナライアン、パール系の、 ブッダデーブに出演し、同時に両作品で撮影監督を務めた。これ以降、彼は俳優業から身を引き撮影監督としての活動に専念するようになった。撮影監督として制作に関わったのは1931年が最後である。ありがとうございます。